ちょっと待ってね。Google Play つなげてる。残念ながら音楽が1曲しかなくて、音楽がその、この今流れてる曲しかないっていう点でちょっと残念ではあるんだけど、もうちょっと曲増やしてほしかったなと思ったりする。ルールが割とめんどくさい。こちらのランド6は2014年に、プリント&プレイ形式で、発表された無料のカードゲームじゃなくて無料のボードゲームになってます。プリント&プレイっていうのは、ボードゲームの1形態であって、ルールセットなりは、無料でルールセットなり無料で提供するから、あとは自分で印刷して遊んでねっていう形のゲームになってます。で、プリント&プレイプリント&プレイゲームで、確か2014年に確かボードゲームキークで結構高く評価されたゲームになってますね。それが2015年の12月に、Android 版がリリースされました。この綴りの通り、ランド6、こちらで、Google Play で検索していただくと、まあ、あれだ、今年の6月かに、iアプリの方でもリリースされてるから、そっちでもプレイできるけど、無料でプレイできる形になってますし、別に広告なりどうこう垂れ流す、悪質なソフトでもありませんので、ご安心ください。このゲームはイージーモードガチおすすめです。てか、イージーモード以外だとほとんどクリアできる気がしない。はい、一応、チュートリアルはあるにはあるんですけど、今回チュートリアルなしで、紹介をしていきます。プレイヤーはダイス王、サイコロの王様になって、キューブ王の、この城まで、デメ3以上のダイスを運べば勝利になります。で、このダイスが言ったら軍勢です。言ったらその、サイズ3以上の軍勢を持って、ダイス王の城に乗り込めば勝利っていうゲームになってます。で、手番交代制でダイス王がプレイした後、キューブ王がプレイするっていうゲームになってますが、このゲームソリティアです。一人で全部プレイします。まずは、キューブの置いている土地に対応した、アクションが取れます。現在だったら城、都市に、キューブがあるから、都市のコマンドが使える。都市のコマンドは、配置、キューブを場に出す。今だったら、6の、軍勢が出せますね。でここの部分を後で説明します。で、一旦1回です。で、これでターン終了すると、次はキューブ王の行動。キューブ王は、基本的に、ダイス王が何か行動したたびに、振り直す、ここのサイコロに対応したエリアを、掌握します。今だったらこの2の、エリアを掌握したって形ですね。で、次。城でできる行動は、あともう一つ移動があります。で、移動を指示すると、言ったらその、タイルを使った台数が1ずつ減っていくって形になりますね。台数が行動したから、キューブ王の台数、進軍台数が振り直し。この進軍台数が赤だったら分かりやすいと思ったけど、これが白だから微妙に分かりづらいんよね。ターン終了。次、4を制圧した。で、キューブ王が制圧する、エリアが増えるごとに、場に出せる、都市からデプロイできる。ダイスがどんどん減っていきます。次は、海に。で、次、6に送って、置いた。じゃあ、また3になった。で、まずは、序盤は、すべてのキューブを高い数字で場に出すところからスタートします。そうしないと、いけないっていうわけじゃないんですけどね。ちょっとすみません、音楽が微妙に地味で。あ、一応、ワンアクション戻すってできるよ。前の手番に戻すってやつね。で、次は、森アクション使おう。森アクションは戦闘です。これ戦闘ボタンね。これね、ユーザーインターフェースのね、作りがちょっとおかしいっていうか気に入らないんよね。例えば、今んとこ、
使用するダイスを選んでからコマンドを選択するって形なんだけど、これだと今現在何のコマンドが使えるかって微妙によく分かりづらいんよね。まあゲームに慣れればもう分かるんだけど、ゲームに慣れないうちはどうやってコマンドを使えばいいのかよく分かんないって状況が発生した。まあちゃんとルール読めよって話なんだけど、ルールが英語だから読む気がしなかったんよ。じゃあ戦闘、まあ使用するダイスを選択して森だったら戦闘ができます。戦闘はサイコロ振って1だったらファンブルで1ダメージ、2,3 だったら戦闘負けで、4だったら戦闘勝ち、5,6 だったら戦闘勝った上でさらに追加で1ターン手に入るっていう形なんで、3分の1で大成功で半分で戦闘に勝てるって形になってますが、今回は負けました。ただしサイコロを振るたびに湖のダイスを使うことによってダイスの振り直しができます。振り直しようやく出た。アタックサクセス&プレイアゲインアクセプト、これで OK ボタンを押すと、これでサイコロで5,6出して勝ったって形になってますね。でその時の戦闘ダイスが実はこれになってます。この時は白でいいと思うんだけど、キューブ王の行動の時は色ちゃんと赤にしとけよって思うんよ。なんでこのゲームはプリント&プレイするときダイス7つ必要です。あとキューブ王のダイスがキューブ王のキューブが6つ必要になってます。次は4を進軍するから4の土地が欲しいな。そうすると場に出せるダイスが1個回復したし、先ほど戦闘を勝ったんでもう1アクション動かせる。湖ちょっと使いすぎたな。とりあえず以内に出しとこう。であとはひたすら戦闘して戦闘して台数を減らしていきながら、もうちょっと自分の軍を拡張していく形ですね。一度征服した土地をダイス王が侵略するって形、キューブ王が侵略すると、このエリアにいたダイスすべてがダメージを負います。で、エリアにダイスがいないときは、どこかの都市の、ダイス目を1減らさなくちゃいけません。1減った。もうとりあえず、戦闘じゃ、よっしゃ。で、追加のターン発生。追加のターンで、麦。畑は、場に出ている、すべてのダイスの、ヒットポイント、すべてのダイスを1回復します。とりあえず次のダイスを出したいので、違った。何やってんの？こいつをクリックして移動させてこいつを隣に動かすんだよ。1か、これ絶対戦闘勝たなあかんパターンやな。いやでも一応プラスでこれでいいや。今んとこ1のままだったからここの台数がダメージ食らって全員死ぬとこでしたけど、台数は行動したので、一応またキューブ王の進軍ダイスを振り直しして、そして、3に行った。で、3に行ったので、誰もいないから、どっちかダメージ受けなくちゃいけない。まあ、ぶっちゃけもうこの状態になると、ここにダイスを置けば、森にも、湖にも、小麦にも、直接、ダイスを置けるので、あんまり痛手はありません。ので、初期の、ダイスを殺していく形で進めていきましょう。じゃあ次は湖にデプロイしてと、ダイス4。さあ、こっから戦闘だ。あかん。振り直し。よし、2回攻撃できる。とりあえず1のダイスが死ぬとちょっとしんどいんで、まあ、こいつ広げていこう。
んでからそろそろ進軍用ダイスをデプロイしたいんやけど、麦用意してこうな。でゲームの敗北条件は、都市のダイスを失うか、すべての、フィールド、すべてのエリアを、キューブ王に支配されるかです。じゃああとは3回振り直しできるから、どんどん。よっしゃよっしゃ、引いた引いた。であとダイスが、3つあるから、ひとまず戦闘しまくって出せるキューブの数をでかくしておきましょうかね。振り直し振り直しやり直し、よしよしよし、これで5のキューブが出る。これでしばらくのターンは大丈夫だな。じゃあ森に、まず湖にデプロイしとこっか。6のダイス今振られるとちょっと都市1ダメージ食らうのは嫌なんで、でも都市1ダメージ支払おう。これは支払って、でから次はこの都市で森に出してと、5のダイスは OK。じゃあちょっと次は麦で回復。3は大丈夫。よしよし。6のダイスが多いな。6のダイス多いから、まあ一応こいつを次進軍させていこう。それは大丈夫。よしよし。振り直し。よしよし、オッケー。でから今都市1だから移動させるにしても配置するにしてもヒットポイント回復させないと話にならんから、ヒットポイント回復、ダメだ。ここに今5のダイス、ここにダイスがいたから。こんばんは、これはランド6ボアードガメってやつですか？そうそう、ランド6、ランド6のアンドロイド版、超面白い。デプロイできる3か。ダイス余裕あるからちょっと戦闘がっつりしていこう。カタンみたいに見えるわら。ルールがちょっとね、もうただの勝利じゃ許されんのよ。成功しろや。ちょっとよしよし、シングルルート開けとかないとね。でからとりあえず都市にデプロイしておいてと。で稲で回復してと。ここでデプロイするか。でも麦だしな、これは。これは戦闘やな。戦闘して高いダイスが出せるんですな。振り直し振り直し、よしよし。
デプロス、こいつが1の状態から増えへんっていうのが非常にまずいな。ここが今拠点やからね。回復しよう。あ、6か、ええわ。ダメージ1食らうだけ。デプロイ。いいよ、いいよ。これは。振り直しチャンス。1やから、もっとマシな数字出る。よし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 。湖は、こんな形でサイコロ1個振り直すっていう行動ができます。それは戦闘中あり、ダイス王の進軍ダイスだけなく、自分のダイスも、ひっくり返せます。なんで、ワンチャンここに1ダイス持ってって、でから湖で振り直してっていうこともできるんよ。移動。2なら痛くねえよ。3なら痛くねえよ。で、今のところ都市が2つ以上ある状態でユニットを動かすと、ダメージを食らう形になります。都市1だったらね、移動してもダメージ食らわないんだけどね。まずここで、勝利条件1つ、ダイスをここまで持っていくを達成しました。ですが、ちょっと6はまずい。6はまずいって言ってんだろ。4か。あとは、ここでサイコロ振って3以上が出れば、だから3分の2だから勝てるでしょ。あれ？あれおかしいな。あかん、負けた。ちょっと待って、ルール確認する。なんかまずいことが起きた。確か勝利条件が、あれおかしいな。キューブ王の先ほどあったこの6のエリアの支配を、エリア6、キューブ王のエリアに、軍勢がいたから上がれなかったんだ。しまった、さっき失敗した。あれで上がれるもんだと思って上がれなかった。あそこで戦闘して6のダイスを、6の、エリアのキューブを取れば勝てるんだった。ああ、残念。勝ち方をお見せしたかったんですけど、先ほどここですね。ここのキューブ取れば勝利だったんよ。うん。今のは、ちょっと、ルールの把握不足で、ちょっと、勝てませんでした。で、このゲーム、その、ランダムボードレイアウトってやつをオフにすれば必ずこのレイアウトが発生します。これが基本です。で、まあ、この状態だったら、ここの都市を取れば、都市にも、湖にも、畑にも、森にも、サイコロデプロイできるから、ここが、ここにダイスあれば、言ったら立て直しがすぐできやすくなる、立て直しがしやすくなるんだよね。この状態だったら森まで行こうと思ったら、ダイス1個置いてダイス1個運ばなくちゃいけないから2ターンかかるのよ、戦闘始めるまでに。だけどここだったら戦闘が、言ったら、1ターンで準備ができるから、ここの城を取るっていうのが、重要なポイントになります。あくまでもそれはベースゲーム、この、標準のイージーモードのゲームモードの話になってます。それが、ランダムボードレイアウト
をオンにすると、ここの配置、1の配置と6の配置は全く変わらないんですけど、2345のこの配置がバラバラになります。言ったらその、何周か回って全然違う配置なんだよね。今ゲージで言うと、ここで言うともう城が離れてるから、1個置いて隣に動かすだけで拠点取れるっていう状況だったのが、言ったらもう3マス、3ターンかかる。置いて移動して移動してっていう形でだいぶかかるなってんだよね。で、さらにここ拠点にしても、湖にアクセスできるけど、湖と森にアクセスできるけど、畑には直接デプロイできないっていう形で畑が遠くなってる。んじゃあ、畑にアクセスするためにこの1の、エリアの城を持ち続けなくちゃいけないし、どっちにしろここを拠点にして、ここにダイスを置いて、こっち側に進まなくちゃいけないって形になってるかな。このゲームがその、このフィールドにダイスを置くことによって、できる行動が増えるっていうタイプのゲームだから、この真ん中のフィールドがガラリと変わるだけで全然ゲームの内容が変わってくんのよ。序盤はサイコロをできるだけ高い数字で置くように、していく。まあ言ったら森と湖を使って、森で戦闘を始めて、とりあえず運が、とりあえず一旦追加、戦闘に勝って一旦追加を引くまで延々と、サイコロ振り直す。で、湖にサイコロなくなったまで湖にサイコロ置くって形で、どん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 と、自分の台数をできるだけ高い数字で出していく。で、それをした後は、城を2つ以上持った状態で、どちらかの城に、ダメージを任せながら、キューブ王の出目が悪いことを祈りつつ、流していきながら、ちょっと2つある城のヘルスじゃなくて、値が高い方でどんどん軍を持っていく。で、最後に、キューブ6じゃなくてエリア6の、キューブの支配を取って、キューブ王のところに、3以上のダイスを持っていく。または、たどり着くんだったら1だけでもいいから、その後湖で振り直して6出し、3以上出せば勝利、3分の2出せば勝利って形で、そっちの方が勝ちやすいかな、ルールとしては。っていう、形になってます。こちらは、サイコロは使うには使うんですけど、サイコロ振ってる、サイコロ振るタイプのゲームじゃなくて、サイコロはあくまでもその、1から6までの数字を効率よく見せるための、効率よく運用するための、コンポーネントって扱いになってますね。ダイスには2つの、能力っていうか。配信を開始しました。ダイスには、2つの、ダイスには2つの、要素があって、一つは、ランダム生成器。1から6までランダムで生み出す。で、もう一つは、1から6までのコンポーネント、1から6までの状況を指し示す、効率よく指し示すコンポーネント、コマとして扱えるの二つがあります。先ほど紹介したサーシスなんかで言うと、どちらかというとランダム発生器の、意味合いが強いんです。こちらの場合はコンポーネントとしての意味合いが強いですね。で、大体ワンプレイ、10分程度。まあ、説明していきながらやってると、まあ、20分くらいかかりましたが、まあ、大体ワンプレイ10分から15分くらいで終わるっていう風な、短いゲームでございますが、このね、湖の使い方が分かるまで結構時間かかったんですけど、まあ、この湖の使い方さえ分かればですね、結構簡単にプレイできるようになってますので、ぜひとも、Android なりですね、iPhone をお持ちの方はですね、ぜひとも無料で、このランド6をプレイしてみてくださいな。まあ、ソリティアゲームなんでね、対戦みたいな形で煽られるわけじゃないですし、相手が、ホみたいに金かけて強いデッキでこっち殴りかかってくるってわけじゃないですので。まあ、ソリティアはそういった、対戦ゲームの、まあ、魅力っていうか、まあ、根底にある勝敗はないにしても、まあ、ルールを熟達して、そしてプレイングで勝利するという戦略ゲームの部分が非常に強いゲームになってますので、まあ、普段からシャドーバーツなりですね、ハースストーンで戦略ゲームを楽しんでんだって方は、こちらの、ランド6。ランド6はでもさすがに、いきなり扱うもんがカードからダイスになるって部分と、ルールが結構複雑っていうのと、あと全部英語っていう部分で結構難しい部分があったりするけど、スタちゃんやってる方々なんかで言うと、本当この知性を読んで、
戦略を組み立てて勝っていくっていう部分がかなりやみつきになると思いますので、おすすめします。ぜひともこのランド6で、検索してみてくださいな。もう先ほどゲームに負けてしまったわけでしてゲームに勝利するっていう実況はお見せできませんでしたが、一応公式動画でゲームに勝ってるっていう動画はあるので、それ見てみてですね、ちょっと学習していただければ、大体どんな風に序盤、中盤、終盤と展開があるかってわかると思います。序盤はとにかく高い数字を、場に出すようにダイスを、キューブ王の軍勢を減らしていく。まあ森で戦闘して、戦闘結果に満足いかなかったら、湖で延々と振り直す形ですね。5と6、戦闘ダイスの5と6が戦闘で5か6ダイスロールが出れば、その一旦追加になるので、言ったら3分の1ぐらいですから、まあ確率的にはそんなに悪くないかな。とはいえど、キューブ王の進軍なり、まあ戦闘ダイスにそうなんですけど、基本的にやっぱ運の要素が結構でかいゲームではある。その運の要素が、すごくでかいんだけど、ルールに熟達すれば熟達するほど、どんどん運の要素をこの地勢を読んで、どういう風にダイス軍を展開していくかって考えていって、なるべく運の要素を少なくすることができる。まあ運は多分、イージーモードで、戦闘ダイスを振り直しができるっていうのさえ分かれば、多分、スタジアム見てる方だったら多分、2日か3日すれば勝てるようになると思います。ただし、ノーマルモードから話別。ノーマルモードは最初から、このエリア6に、キューブが置かれてる状態からスタートします。なんで、最初にデプロイ、配置できるダイスも1個減って、5からスタートです。この状態言ったら、先手後手でこれまで、ダイス王がアクションして、キューブ王がアクションするって工程が、キューブ王がアクションしてからダイス王がアクションするって形で、言ったら、後手に回ってる形になってますね。この時点でも大きな、かなり苦しい状況になってます。で、さらに、ハードモードになると、このイージーモードのように、キューブ、じゃなくてエリア6にキューブが置かれた状態で、さらに、エリアを支配された状況で、ダイスをデプロイ、することができなくなります。確かルールにそう書いてあったはず。ノーマリーディファルト&アディション、You can only use a dice place on field region the on a tile. Each the no armies of the Lord of Cube deployed. あ、わかった。ごめん、間違った。あのね、キューブ王がね、支配しているエリアのダイスが使えなくなります。キューブ王が支配するエリアのダイスでのアクションができなくなるって形になってるので、イージーモードだったら、できるだけ高い数字でサイコロ配置した後は、次、ダイス王の城まで、すべての犠牲を無視しながら、特攻できる姿勢を作って、で、最後に特攻をかけるっていう、その3つの序盤、中盤、終盤があるんですけど、ハードモードだと、常に移動するにも、キューブ王のエリアだと移動できなくなるから、キューブ王のエリアを解放し、キューブ王のと戦いながら、キューブ王の城まで行かなくちゃいけないって形で、中盤が相当難しくなります。ので、このゲームぶっちゃけイージーモードが一番楽しいです。ノーマルハード相当しんどいんで。ただ、イージーモードでもこのランナーボードをオンにすれば、毎回毎回違うゲームが楽しめる形になってます。まあ具体的に言うと4の4乗だから、16の16だから何ゲームだ、ちゃうわ。この場合やったら、2の2乗やから2の8乗やから256か。256通りのマップで遊べる形になってて、256通りそれぞれの、戦略が遊べる、形になってます。ちょっと話になるとちょっとでかいけど、まあノーマンスカイほどなんかでかい話じゃないからご安心ください。ランダムの種がこんだけあるから、なんかいろんなゲームが遊べるんだぜ、すごいだろうって言っても、問題はそこからとのゲーム、それがどういう風にゲームの展開なり、プレイングに影響するかって話なんで。このゲームはその256通りしかマップがない。まあそれでも十分多いんですけど、もうそれぞれがちゃんとそのプレイングに影響して、ルールの熟達の、プレイング、
イコール、戦略が楽しめる形になってますので、まあ、戦略ゲームファンだったら、こちらのゲーム、まあ、行き休めで、まあ、ちょっと寝る前にでもチクと、プレイしてみてくださいな。よろしくお願いします。というわけで、本日4本目のゲームの紹介、こちら、ランド6になってます。Android でも、iPhone でもプレイできるから、ランド6で検索して、ぜひともプレイしてみてくださいな。お値段は無料ですし、広告出ませんからご安心ください。